体育学部競技スポーツ学科の北林凛です。ポジションはキーパーしてます。小学校3年に入る頃、友達のお誘いでやってみたって感じです。栗山先生がキーパーについてよく指導してくださったのに対して、ここでもっと学びたいと思ったんで東海大にしました。今はスローが得意なんで、キーパーはあんまり攻撃に参加できないんですけど、スローで少しでも速攻とかにつながって攻撃に参加できればいいなと思います。試合展開が早く、ディフェンスから攻めから守りが途切れることがなく、ずっと続いていくのが魅力です。映画とか音楽とか聞いたり見たりしてます。今はまだ1年生でできないことがたくさんあるんですけど、できないことを少しずつ減らしてチームの戦力となれるように変わっていきたいです。自分の持ち味を出せるよう一生懸命頑張る。